婚約は破棄ってことでよろ。は？連絡先も消しとけよ。んじゃ。ちょっと待って。なんだよ。冗談だよね。なんかのドッキリ？本気だ。お前と結婚する気はない。なんで？式は4時間後なのよ。仕方ないだろう。気が変わったんだ。そんなのひどすぎるわ。今日のために今まで頑張って準備してきたのに。ああ、それなら安心しろ。新しい花嫁を用意したから、無駄にはならん。何それ、浮気してたの？そんなんじゃねえって。同時に二人の女と付き合ってただけだよ。それが浮気っていうの？最初から私と結婚する気なんかなかったってことよね。お前を選ぶつもりだったけど、ついさっき考えが変わった。だからって、私が準備した式をその人とするなんておかしいでしょ。だって、今さらキャンセルするのも迷惑だろ。あ、お前の招待客に来られたら困るし、すぐに伝えておけよ。ありえない。みんな今日の式を楽しみにしてくれてたのに。知るかよ。納得できないわ。どうして考えが変わったのか教えて。そういうとこだよ。え？お前が面倒なんだよな。俺が待ち合わせに遅刻しただけでいちいち理由聞いてくるし。そんなの当たり前じゃない。気になるでしょ。でも彼女は違う。俺がすることなすこと全部そのまま受け入れてくれるんだ。何それ。私が嫌だったならもっと早く婚約破棄したらよかったじゃない。最後まで悩んだんだよ。正直外見はお前の方がタイプだし、そうすっかなーって。ほんでさっきやっと決めたってわけ。彼女は急に結婚するって言われて承諾してるの？言っただろ、あの子は俺が言うことを何でも受け入れてくれるって。喜んでたぞ。でもドレスとか準備してないでしょ。お前と体型が似てるからそのまま使うつもりだ。もういい、わかった。じゃあ私が出した挙式費用の半分は返してよね。嫌だ。え？俺と結婚できるかもって夢を見させてやっただろ。その分の料金ってことでいいじゃん。いいわけないでしょ。200万も出したのよ。俺たちへのご祝儀ってことで。意味わからないこと言わないで返して。絶対嫌だ。式直前に婚約破棄してお金も返さないって非常識すぎるでしょ。常識は覆していくもんだぜ。だったら裁判する。は？婚約破棄の慰謝料も払ってもらうから。お前ふざけんなよ。何でも自分の思い通りになると思わないで。お前なんてどうせ親父の金目的で近づいてきただけの女のくせに。何それ。俺の親父は大企業に勤めてる勝ち組だからな。俺と結婚すれば優雅な生活ができるとでも思ってたんだろ。そんなこと思ってない。私はあなたのことが好きだから結婚しようと思っただけよ。嘘つけ。お前の家は小さいし、どうせ親父も大して稼いでないんだろう。将来の介護費用でもねだる気か。決めつけないで。うちはお母さんが亡くなって私とお父さんの二人だから広い必要はないねって決めたの。俺の家も親父と二人だけだが、でけえ家に住んでるぞ。そんなの人それぞれでしょ。私のお父さんは仕事が忙しくてなかなか帰ってこれないから家にこだわりがなかっただけ。貧乏人の言い訳にしか聞こえんな。顔合わせの時に会った時もどこで働いてるのか教えてくれなかっただろう。それには理由が。どうせよっぽどしょぼい会社の底辺サラリーマンなんだろうな。そりゃ言えねえか。だから違うの。もういいって。とにかく親父の金が当てにならなくなったからって訴えたりしたら許さないぞ。何言われたって挙式の費用は絶対返してもらうから。だったら俺にも考えがある。二度とそんな考え言えないようにしてやる。数分後。これに懲りたら二度と訴えるなんて気を起こすんじゃねえぞ。いきなり家に来たから謝るんだと思ったのに、まさか殴ってくるなんて。家にお前しかいなくて助かったわ。しかし本来なら娘の結婚式間近なのに、親父はどこに行ってんだ。仕事が忙しいから式が始まるギリギリまで働くって言ってた。しょぼいサラリーマンは大変だね。こんな日にも働かなきゃいけないなんて社畜じゃん。それより自分がどれだけひどいことをしたか分かってる。俺の門出を素直に祝福できないお前が悪い。急に婚約破棄されてできるわけないでしょ。恨みしかないわよ。ほんとうるせえ女。捨てられた原因が自分にあるとは思わないわけ。だとしてもやり方がひどすぎる。私も気持ちがない人と結婚する気はないけど、せめて挙式費用は返すのが常識でしょ。これ以上うざいこと言うと怒るぞ。訴えないって約束しろ。それともまた殴られたいか。痛い、顔が真っ赤に腫れてる。
殴られた瞬間のお前の顔、マジウケた。ひょっとこみたいになってたぞ。そんなことして罪を重ねてることに気づかないの？お前が何もしなけりゃ罪なんてないに等しい。訴えないって約束するまでずっと家の前にいるからな。もう式に行かないといけないんじゃないの？そうだよ。それにしょんべんもしたいんだ。早くしろ。すぐ近くに公園があるから、そこでしてくれば。うちのトイレは絶対貸さないから。くそ、漏れそうだ。ちょっと行ってくるから絶対動くなよ。おい、戻ってきたら車がないじゃねえか。どこ行った？病院に決まってるでしょ。痛みがどんどん強くなってきてる。勝手な行動しやがって。とか言って警察に行く気じゃないよな。診断書もらった後に行くつもり。絶対許さないから。ああ、そうすればあなたは豚箱行き。暴力で押さえつけようったってそうはいかない。そうかよ。だったら俺も最終手段を取る。まさかうちに侵入して金目のものでも取るつもり？貧乏の家にそんなものないだろう。だが盗みは正解だ。しかも家に入るまでもなく取れるものだぞ。何言ってるの？こいつだよ。え、ココちゃんがなんで？お前ん家の庭に繋がれてたから連れてきた。確かお前この犬をすげえ可愛がってたよな。そうよ、私が子供の頃からずっと一緒にいるの。返して。返して欲しければどうすればいいかわかるだろう。最低。こいつ俺に尻尾打ってるよ。ほんとアホ犬だな。その子は人懐っこいの。ひどいことをしないで人間が嫌いになっちゃう。とりま、パタパタして邪魔な尻尾を切ってみるか。痛みって感じるのかな？絶対にやめて。尻尾にも神経があるの。だったら言うことあるだろう。わかった、あなたを訴えない。お前が挙式費用に出した200万は誰のもんだ？あなた。よくできました。もういいでしょ、ココちゃんを返して。ダメだ、お前は何するかわからん。こいつには犬質としてまだ利用価値がある。悪いことをすれば私が何もしなくてもいつか必ず帰ってくるわよ。負け犬の遠吠えか。ペットも飼い主もまるで他県だな。あなたは必ず後悔することになる。覚悟しなさい。それは楽しみだな。じゃ、俺は今から式場に向かうわ。数時間後。親父、式が始まる2時間前だってのに、なんで式場を出て行ったんだよ。お前は最低なことをしてくれた。嫁を変えたのは悪かった。でも、今日結婚する女の方が従順だし、親父も気に入っただろう。アホか。このままじゃ俺はクビになるかもしれないんだぞ。は？なんで？ミカさんは俺が勤めている会社の社長の一人娘だ。嘘だろ、そんな話聞いたこともない。親族顔合わせの時も言わなかったじゃないか。社長に言われたんだ、お前が気を使うかもしれないから、このことはずっと秘密にしておこうって。え？ミカさんが式直前に捨てられただなんて、こんなことがバレたら確実にクビだ。考えすぎだよ、社長たる者が公私混同なんてしないだろうし。大丈夫だって。社長は奥様を病気で亡くして美香さんを溺愛している。もし首は免れたとしても昇進は絶望的だ。そんな、俺を部長にするという話が出ていたところだったのに全部水の泡だぞ。どうしてくれるんだ。ごめん、知らなくて。謝って済む話じゃない。式は中止だ。すぐに美香さんに謝れ。やだよ、結婚式中止だなんて恥だ。周りにバカにされちまう。どこに及んで。俺にいい考えがある。なんだよ。いいから親父は安心して待っててくれ。もしこのまま俺がクビになったらお前をぶん殴ってやるからな。怖いこと言うなって。俺は本気だ。30分後。いい加減電話に出ろよ。あなたと話すことなんてないし。何度も留守電にやり直そうって入れただろ。もう結婚式が始まるのに、なんで花嫁のお前が来ないんだ。無理に決まってるでしょ、婚約破棄したのはあなたよね。それなんだけど、実は冗談なんだよ。は？ちょっと愛を確かめるために嘘ついたみたいな。ひ？辛い思いさせて悪かった。でも一度離れることで実感しただろ、俺たちは運命の相手だって。ふ？さっきから何なんだよそれ。もうちょっと反応してくれよ。くだらないことを言い出したなって思って適当に打ってた。とか言って俺とやり直せて嬉しいだろう。全然。とにかくすぐ式場に来い。今ならまだドレスを着る時間もあるだろう。行かない。なんでだよ、
今どこにいるんだ。まだ病院か。いえ。じゃあ迎えに行ってやる。来ないで、キモいし臭いから。は？さっきからなんだよ。俺と結婚できるチャンス与えてやったんだぞ。本当のこと言って。何のことだ。普通に考えて、婚約破棄した数時間後にやり直したいとか、二重人格か他に企みがあるのかどっちかでしょ。だからそもそも婚約破棄は嘘だったんだって。最初からお前と結婚するつもりだったんだよ。それなら花嫁の顔を思いっきり殴ったりしないよね。顔に冷えピタ張った状態で高そこにいろと。あれはついカッとなって。知ったんでしょ、私のお父さんがあなたのお父様の会社の社長だって。え、お前は知ってたのかよ。あなたがお父様の会社名を誇らしげに言うから分かるに決まってるでしょ。それで何とかしろってお父様に言われた。そこまで分かってるなら仕方ない。このままじゃ親父に殴られる。頼むから早く来てくれ。嫌よ。だからなんでだよ。お前は俺と結婚したかったんだろ。あなたから婚約破棄をされるまではね。だったらいいじゃねえか。あなたの本性を知って結婚したいとか思うわけないでしょ、このクズ。なんだよ急に。ツンデレか。違うわよ。ほんと婚約破棄してくれてありがとう。知らずに結婚してたら手遅れだ。ああそういうことか。何、嫉妬して強がってんだろ。安心しろ、結婚しようとしてた相手は追い出した。は？泣いてたけどビンタって出て行かせたわ。俺に素直に従う女だと思ってたのに抵抗するとはな。ほんと最低なんだけど。だから何も心配いらない。俺の胸に飛び込んでこいよ。やっぱりあんたってキモ、クサ。なんだと。どれだけ自分勝手なことしてるかわからない。仕方ないだろ、状況が変わったんだ。しかもすぐに手を出すとかほんとありえない。いつまで拗ねてんだよ、機嫌直せって。いい加減にして。私はあんたなんかと結婚する気は全くないから。そんなこと言ってお前の打鍵がどうなってもいいのか。また脅すんだ。あなたってほんとワンパターンね。ココちゃんなら返してもらうから無駄よ。無理だね。犬は俺の家の中だから。お前に取り返す手段はない。おとなしく俺と結婚しろ。今はあなたの家にいないわよ。もうすぐ私の元に帰ってくるわ。は？なんで？お父さんが助けてくれたの。仕事が忙しくてなかなか連絡返ってこなかったけど、ちょっと前にやっと繋がってね。事情を話したら怒って、あなたのお父様に電話してたわ。すぐに連れてきてくれるって。嘘だろ。ココちゃんはお父さんがすごく可愛がってる犬なの。私の婚約破棄よりもそっちの方が怒ってたくら。たかがペットでそんなに怒ることないだろ。私たちにとっては家族そのものなのよ。あ、今あなたのお父様が血相を変えてきたわ。息子をぶん殴るから許してくれって土下座してる。何やってんだよ。俺が何とかするから待っててって言ったのに。何とかなってないじゃない。やべえ、親父から電話がかかってきた。最悪だ、俺と親子の縁を切るって。当然でしょ。クビにはならなかったけど、あなたのせいで社長からの信頼を大きく失ったんだもん。クビになってないなら絶縁することないだろ。お父様言ってたわよ、息子は甘やかしすぎたって。え、私には仕事してるって言ってたけどずっとニートなのよね。それは今までお父様からたくさんのお小遣いをもらってずっと遊んでたんでしょ。その責任を感じてたみたい。俺は親ガチャに成功したんだ。金がある親のくすねをかじったって別にいいだろ。情けない。絶縁なんてありえない。俺は親父の金で一生働かずに生きていくつもりだったのに。いい機会じゃない。これからちゃんと自分の足で生きていきなさい。いやだ、仕事なんかしたくない。それより式はどうするの。もちろん中止よね。お前がダメなら予定通り彼女と結婚するしかない。そ、連絡つかない。なんでだよ。ミンタして追い出しといて戻ってくるわけないでしょ。こうなったら俺一人でやるしかねえ。それは見てみたいわね。だったら通報するのは式が終わるまで待ってあげる。え、何の話。私を殴ったでしょ。あとココちゃんを連れ去ったのも窃盗罪ね。俺が大ピンチだってのに余計に追い詰める気か。自業自得でしょ。あと私が出した挙式費用と婚約破棄の慰謝料もきちんと請求する。俺は仕事してない上に親父に見捨てられたんだぞ。どうやって払えってんだよ。いつまでも甘えたこと言ってんじゃねえ、クズ息子。え、もしかして親父。ミカさんにやり取りを見せてもらったんだ。
あまりにもお前が情けないから代わってもらった。親父助けてくれ、挙式費用と慰謝料代わりに払ってくれよ。ああ、親父はクビになってないんだし余裕で払えるだろ、頼むって。俺はお前の育て方を間違えたようだ。え、妻を早くに亡くしてお前を幸せにしなきゃと思って甘やかして育ててきた。その結果人様に迷惑をかけるポンコツを作ってしまうなんて、息子に対して言い過ぎだろ。息子だからだよ。お前がまともな人間になるように俺は今後一切お前を助けない。そんな、自分の力で罪を償い。待ってくれ。お父様は最後に深く謝罪をして帰っていったわ。終わりだ、親父がいなくちゃ生きていけない。なあミカ。何よ。こうなったのはお前のせいでもあるよな。お前が親父の代わりに俺の面倒を見てくれ。アホか、もう付き合いきれないから私も絶縁するね。さようなら。ミカまで俺を捨てないでくれ。後日談。花嫁がいない結婚式は当然中止になり、すでに来てくれていた招待客のご祝儀も全て返却。式場の前で絶望していたところを警察に逮捕されました。そして傷害罪と窃盗罪で3年の懲役、結婚するはずだった彼女も暴行罪で優也を告訴したので罰金30万も追加されました。さらに私が出した挙式費用の200万、婚約破棄の慰謝料100万請求。父親のすねをかじってイージーモードだった優也の人生は社会に出たことがないまま前科もついて借金持ちに、超ハードモードに変わったわけですが、これからどう生きていくのか見ものですね。私は父とココちゃんと平和に暮らしています。父が元気なうちに花嫁姿を見せてあげたいので、次こそは素敵な結婚相手を見つけたいですね。